岡本暁は、日本の地方公共団体職員、宅務官僚、実業家。名の、暁は、旧事態のため、新事態で、岡本明とも表記される。沖東町議カ唐フト町宅職部水産課課長、唐フト町内務部水産課課長、唐フト町水産物検査所所長、唐フト共同漁業株式会社常務、唐ト都藁高品配給株式会社社長などを、 歴任した。山口県出身の宅務官僚である。島根県庁に入庁し、沖東町で技師を務めた後、カラフ太町に入庁した。カラフ太町の宅職部や内務部にて水産課の課長を歴任するとともに、カラフ太町水産物検査所の所長を務めるなど、主として漁業行政畑を歩んだ。退官後は、唐太共同漁業の常務、唐太わら品配給の社長、 カラフト水産業の会長を務めるなど、水産業に関わり続けた。カラフトの林業政策を担った小沢清田、農業政策を担った証券等と並び、太平洋戦争開戦前から戦中にかけカラフトの産業育成に尽力した人物として知られている。1887年8月に生まれ、山口県にて育った。上京して水産講習所で学び、 1910年に卒業した。水産講習所卒業後は、島根県庁に採用され、沖東町の義手となった。その後、大日本帝国のカラフト町に入庁することになり、1917年よりカラフト町の水産課に勤務した。当時、サハリン島は北緯50度線以北をロシア帝国、後のソビエト連邦が領有しており、 北緯50度線以南は大日本帝国が領有していた。サハリン島の北緯50度線以南は、カラフトと呼称される外地と位置づけられ、地方行政官庁として、カラフト庁が設置されていた。しかし、1918年に施行された共通法により、他の外地と異なり、カラフトには内地の法令が適用されることになるなど、カラフトは、激しい変革の時代を迎えていた。 カラフト町では、主として、漁業行政畑を歩んだ。カラフト町二族として勤務するとともに、カラフト町水産主権上の技師を兼任した。1924年、カラフト町の技師として、拓職部水産課の課長に就任した。それに伴い、高等官6等に乗された。水産課では、カラフトにおける水産、水産組合、漁業組合、 漁業用地といった事項を所管した。なお、1924年12月に宅職部が内務部に統合されることになり、水産課も内務部の所管となった。1929年には、カラフト町の内務部にて水産課の課長を務めつつ、並行して、カラフト町水産物検査所の所長も兼任していた。なお、1929年になると宅務省が新設され、 朝鮮総督府、台湾総督府、南洋町と共に、カラフト町も宅務省の監督を受けることになったが、引き続きカラフト町に勤務した。1934年3月、伊ガ面本館となりカラフト町を退官した。1934年4月、カラフト共同漁業にて、常務に就任した。1941年2月には、カラフトワラ工品配給の社長に就任した。 その他、モーカリン構倉庫の取締りや、カラフトカテ国の監査などを務めていた。1944年2月、カラフト水産業の会長に就任した。また、1944年5月からは、カラフト水産振興の取締役も兼任した。ありがとうございます。